マスターとです。ハンニバル戦記、ローマ人の物語の第2ですね。今日から、また第4章ですね。第4章の第2次ポエニ戦役の中期ですね。中期は、紀元前215年から前211年のスキピオの登場まで、分量7つの、段階に分けて見ていきたいと思います。前回まで、第3章でしたですね。第2次ポエニ前期は第4回までの戦いがありましたですね。4回、第1回目がティチーノ第1回戦ですね。そして、2回戦がトレッピアで、3回がトランジメーノ、そして有名なのが4回目のカンネンですね。カンネですね。4回目がカンネですね。第4回目でカンネで、ハンニバルが、圧倒的に、ローマに勝利して、カプアで、カプアが離反したということで、カプアで、冬を過ごしています。個別の戦いが終わって、前期の後半部分はアレクサンダー大王とハンニバルというの話で、第3章を閉じています。第4章も、章の七海さんは、中期ですね。第2ポエチ、分量が多くて最後に、スキッピオ登場ということで、第中期はこれで、話が終わりますね。分量が多いですね。中期は終わります。スキッピオ登場で終わりますけど、この第4章のをその分量を7つに分けた部分の第1回目になります。もうハンニバル戦記も中盤にかかってきました。中期ですね。では早速行っていきたいと思います。イギリスの、BBC 放送の制作になるドキュメンタリー番組を見るために、私は、イギリス人の冷静極まりない客観性に舌を巻く。BBC という文字を見なくても、ドキュメンタリーの内容をだけでも BBC の制作だとわかるぐらいだ。この彼らの態度は歴史叙述には重視には最も適している。優れた歴史家は、個人としてならばフランスにも、ドイツにもイタリアにもいるが、相対的には未だに、イギリスの研究者たちの著者が最も信用が置ける。ところが赤い血なんて流れていないのではないかと思うほど、このイギリス人の叙述ぶりがほんの時折だが熱っぽく変わる時がある。私はそういう箇所に出会うために、苦笑して独り言を漏らすのだった。ダンケルク以後のバトル・オブ・ブリテンを思い出していますね。これから述べるのは、冷静沈着をモットーとしているはずのイギリスの知的エリートの血ですら熱っぽく書いた時期のローマ人の話である。ハンニバルに徹底的にやられた後のローマ人の物語だ。とはいえ、ローマにはダンケルクからそう退却して以後のイギリスの、交戦と復、
奮起を助けた、アメリカの参戦はなかったのだが、ハニバルがカンネの海戦の後に勝利を知らせるために、本国に送った末の弟のマゴーネが海戦で、討ち死にした投資したローマ兵の指から抜き取った金の 指輪で山を築いて見せたとき、カルタゴの元老院の議場はどよめきに満ちたという。だがローマへの復讐に酔う同僚たちと反対に、ハンニバルの属する対外進出派とは常に会室の中であった国内重視派の挙党反論がマゴーネに向かって質問を発した。ラテン民族の中でどの部族が我々の側に、ね、願ってきたのか。37もあるというラテン植民都市の中でどれくらいが戦線から離脱しハンニバルの軍に投降してきたのか。若いマゴーネは老齢の有力者に対して緊張気味に答えた。いえ、一つもありません。反論は続けて質問する。ということは、愛も変わらず敵は巨大だということだ。それで、だが、ローマを支える植民都市や同盟都市、小都市の市民には、ローマを見放す気配でも見えないのかね。いえ、まだわかりません。ローマ人はハンニバルに講和を申し入れてきたのか。いえ、まだです。またも、いえ、まだ。か。となれば、ハンニバルがアルプスを越えた時と同じに、カンネの勝利以後もカルタゴとローマは未だに戦争の真っ只中にあるということだ。諸君、私はこの時点でローマと講和を結ぶことを提案する。しかし、講和はローマの方が望まなかったのである。南イタリア最大の都市カプアで、快適な冬を過ごしていたハンニバルは今まで、それまで一度もとしてやったことのないことを今度やった。例によって、同盟諸国の捕虜には身代金を求めず釈放した後で、残されたローマ市民の捕虜たちと対面したのである。そして口も穏やかに彼に向かっていった。私はローマ人を全滅する目的でこの戦争をしているのではない。名誉と覇権をかけた戦いをしているつもりだ。かつて、第一次ポエニ戦役では私の父が、諸君の父に譲歩したが、今度は私の才能と神々の恵んだ幸運によって譲歩する側が反対になったようである。ついては身代金を払っての諸君の銃回復を言い渡す。この時点でのローマ市民の捕虜の数は8000であったという。これまでの4度の戦闘で捕虜になったローマ人は、行軍の、足でまといになるとして殺されたのだから、カンネの敗戦だけでこれだけの数になったのだ。ハンニバルは捕虜たちに代表10人を選ばせ、その10人に自分の側近を1人つけてローマに送った。同盟諸国兵の捕虜たちに与えた無償の釈放は、ローマ連合からの同盟諸国の離脱を促す目的で やったのである。だがローマ市民兵の捕虜の釈放は、帰国すれば直ちに戦力となって再び自分に向けられることは明らかなのに、ハンニバルはなぜやったのか。推測すれば次のいくつかの理由によったのではないかと思う。第1位は兵糧確保に常に苦労していたハンニバルにとって、たとえ捕虜であっても発生の口は、なければならないことに、越したことはないという理由である。ハンニバルはローマ市民兵の身代金に、足元を見て、釣り上げるような額を要求していない。復讐技能を持てない奴隷の売り値と
同程度の額しか求めていない、身代金としては、常識的な線というかそれよりも下の金額であった。第一次ポエニ戦役中でもローマとカルタゴはしばしば捕虜の交換を行っていた。そしてどちらかが数が不足すれば不足した人数だけは身代金を払って取り戻していたのである。ただし第一次の戦役では、身代金を払う側に回ったのは常にカルタゴの方であったが、あの時と観念の回線ごとの違いは、観念後のローマ側には交換に使えるカルタゴの捕虜がいなかったことだけだ。それゆえに自国の兵士の職を得ようと思えば身代金を払うしかなかったの、なかったのであった。つまりハンニバルは特別に寛容に振る舞ったわけではなかったが、非常識なことをしたのでもなかったのである。第二の理由は、イタリアに攻め入ってから初めてなる捕虜の釈放は、これがローマ市民権の所有者に対してなされるがために、ハンニバルからローマへの講和の打診という意味が含まれていたことである。ハンニバルにしてみれば、4度の敗戦で自信を喪失したローマがシチリアとサルディーニアとカプア以南の南イタリアを放棄する講和にでも応じれば、イタリア侵攻の目的も相当な程度 には達成されるわけだった。第一ポエニ戦役で、カルタゴを失ったものを全て、再復できるだけなく、イタリアの中南部という、ギリシャ人の住む豊かな地方まで獲得することになるからである。首都ローマに帰還した捕虜の代表10人は、元老院で話す機会を与えてくれるように願い、それを直ちに、相入れられた。ただし捕虜たちに同行していたハンニバルの側近は、ローマをめぐる城壁の中にさえも入れてもらえず、外で待っているしかなかった。元老院たちを前にして捕虜の代表10人はハンニバルに言われたことをすべて伝えた。身代金の額も言った。元老院たちはそれは悲痛な面持ちで聞いた。捕虜の中には、彼の親族もいた。それどころか、カンネで勇敢に戦った末に捕虜になった、元老院議員のさえあった。しかし捕虜たちが退出した後で、討議された松の結論は否であったのである。捕虜たちはその答えを持って再びハンニバルのもとに帰っていった。家族とは会って抱き合っただけだった。ローマ人は捕虜になることを恥とは考えなかった。そしてローマは、8000人の戦士を必要としなかったのではない。8000人分の身代金が払えなかったのでもなかった。8000のローマ市民兵は2個軍団にあたる。カンネで大量の損失を被った紀元前216年冬のローマは、8000の兵士は喉から手が出るくらい欲しかった。この時期のローマは無産者以外では予備役まで、招集して、新軍団編成に苦労していたのである。ところがそれでも十分ではなく、奴隷から志願者を募り、この彼らを国家が、持ち主から買い上げるというやり方までして二個軍団を編成中であったのだ。8000の奴隷の買い上げに要する費用は、支払いは戦争終了後という約束になっていたにしても、ハンニバルが求めてきた8000の捕虜の身代金とほぼ同額だった。奴隷軍団を編成するくらいならば捕虜を全員買い上げて、よかったのである。また捕虜の中には、経済的に豊かなものも少なくなく、実際、元老院での討議では自費で、身代金を払えるものは払い、払えないものだけが、国家が払うとしてはどうかという意見も出されている。ローマは捕虜の買い上げを拒絶したのではなく、ハンニバル間の講和の打診も拒絶したのであった。戻ってきた捕虜たちからローマの回答を知ったハンニバルは、
8000のローマ市民の捕虜全員を、奴隷としてギリシアに売り飛ばした、戦役続行の意思を明らかにしたローマでは、元老院議員全員が不動産以外のすべての財産を拠出すると決め、それに実行された。戦費確保のための戦時国債が発行され、無産階級を除いた全市民にそれぞれの経済力に応じて割り当てられた。このローマに同盟諸国からの資金援助が寄せられる。ナポリからは金貨の詰まった25の壺が届けられたが、元老院はそのうちの一つだけは感謝の印として受け取ると伝えたが、残りの24の壺は中身とともナポリに返された。シラクサからも大量の小麦と一部隊の兵が送られてきた。それにもローマは兵力の援助を受けたが、小麦の代金は払わせてもらいたいと伝える。ローマは同盟諸国に兵力の提供は求めたが、資金援助は認めなかった。しかし、紀元前215年と年が変わっても、ローマをめぐる状況には好転の兆しは全く見られなかった。それどころか悪くなる一方だった。ハンニバル戦記の、第4章ですね。ポエニー戦記の中期で、ハニバルが8000の、奴隷の捕虜の身の資金をローマに求めましたけど、ローマの元老院はそれを拒否して、また他の同盟国からのその近辺の特に、ナポリですね、ナポリ間の24の25の壺の入った金貨の詰まった25の壺が届けられたが、一つを受け取って感謝の一つを受けて、残りの24の壺はナポリに返されたということで、シラクサからも大量の小麦と部隊が兵が送られてきたが、兵の、兵力の提供は求めたが資金援助は求めなかった、ということでありますけど、しかし紀元前に215年と年が変わってもローマをめぐる状況には皇帝の兆しは全く見られなかった。それどころか悪くなる一方だったということで、ローマポエニ戦役、中期のが始まりました。またマサートの次のまたポエニ戦役、ハニバル戦記でお会いいたしましょう。マサートの YouTube チャンネル登録、またコメント等がありましたらよろしくお願いします。次回のハニバル戦記でお会いいたしましょう。シュアゲネツパッションプリズシャロンバイシャローム。